岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらはデザインピアスです。猫のデザインも2点あります。2点は耳たぶにちょこっとかわいい猫のデザインのピアス。小さいので台紙にセットしたまま手に持ってみます。色はゴールドカラーです。ちょっと後ろを振り返ってるような猫ちゃんと横向きにお座りをしている猫ちゃんです。ポストタイプで下がりがありません。お仕事中とかも良さそうな大きさです。フロスティーなお花が綺麗な492番。アクリルフラワーなのでとても軽いです。そしてお色も綺麗です。金具もご紹介します。揺らしてみます。ブルー系のスワロフスキーがとても綺麗な4点です。ロングタイプの491番、長く下がりますが軽いです。星のチャームも下がります。そしてこのクリアなビーズもスワロフスキーです。先端部分です。アシンメトリーデザインの489番、片耳だけつけても素敵かなと思います。揺れるとキラキラしてとても綺麗です。490番はブルーですがハートのデザインです。揺らしてみます。角度を変えると少し色が変わる感じです。488番はカットが綺麗です。こちら人魚の鱗のように光ります。揺らしてみます。こちらはポストタイプのフックです。こちらのピアスフックは3点とも同じ形状です。情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from Min overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco